多くの方々の我慢と努力にもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の感染力は増し、現在第4波が到来しています。群馬県の警戒度も4に引き上げられ、学校においては緊張感を持って連休明けを迎えます。学校での感染防止のために皆様にお願いがございます。園児、児童、生徒はもとより、ご家族の方に風邪のような症状が出た場合、またご家族に風邪のような症状があり PCR 検査の対象となった場合、学校にご連絡をいただき登校を控えるようお願い申し上げます。コロナウイルスへの感染は誰にでも起きることです。感染症で苦しむ方々が誹謗中傷などでさらに苦しむことがないよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。